自分のできる範囲で精一杯戦っていきたいなと。まあ、一時期はその自分が一回音楽をやめようかなと思ったタイミングも何回か、一度じゃなくて何回かあったんですね。音楽をやりたいだとか、歌詞を書きたいだとか、曲を作りたいだとかっていうのを考え直した時に、やっぱりその時僕は自分の人生の中でもう一度バンドをやりたいって一気にさ、うん、言ったかもしれないけど、まあ、それに問われることも別にいらないし、全ては仲間のためとか全てはファンのためっていう、そこのマインドだけは一致したいかなって僕は聞いてきて、 MC って得意です一緒にやるときいいってこと。はい、僕はそうもちろんです。一緒にやらせていただきたいです。よろしくお願いします。不安というか、まあ、焦燥感とかそういうのを抱えながら向かったミーティングだったので、窓の虫かぎ失ってるよ。いいですね。まあ、なんかそのボーカルとして歌、メロディーを歌う、歌詞を歌うだけではなくて、今回のものは特にいろんな思いが込められている歌詞。まあ、何度でも立ち上がれるっていうところを手に書いたり。OK です、合格でお願いします。どう凝縮するか。ああ、面白いね。面白いね。バンドイメージすんげえ変わったね。今までになかったことも取り入れていく。激しく楽しいパフォーマンスができるんじゃないかなというふうに。マイクロヘッドとのニューシングル「リバース・ザ・サード・フォーム」7月3日リリース。